小山義姫は南北朝時代の女性。小山氏、第十一代当主、小山義政の性質に対する現代での呼び名。地元の石文みでは、カオル姫の字を当てている。小山氏の乱での死去した伝説の中で登場している。小山義政の性質についての唯一確かな資料で、あるとされるのは埼玉県北葛飾郡和紙宮の和紙宮神社の1372年頃の、 最高時の胸札で、夫と共に寄進を行い、藤原氏女と記載されている。夫である吉政が、鎌倉夫との三度目の戦いにおいて、現在の鹿沼市にあった小山市のカスオ城に、籠城していた際、吉は夫を追って、カスオ城へ向かう途中、現在の栃木市星野に至った。そこで、一晩の宿を提供し、なおかつ道案内を買って出た村人に、 持っていたカレイの袋を黄金の袋に間違えられ、こっそりと殺されてしまったと伝わる。やや不自然な伝説として、実際には、吉は夫や子供と共に、カスオ城にこもっており、落城後に落ち延びる途中で、夫や子供とはぐれて事件に巻き込まれたとする見方も、ある。殺害されたとする地点には、江戸時代に入って、村人が供養のため墓を建てている。 栃西、星野の大王子には、小山薫姫の御堂が建てられ、石踏みに、上記の伝説が記載されている。これは、小山薫姫の墓保存会のによって後年建てられた、ものである。ありがとうございます。